ヒカル自身が設立したグループ、ネクステの解散発表理由は、熱量の差。YouTuber ヒカル、31位が17日、自身の YouTube チャンネルを更新し、自身が設立したグループ、ネクストステージを解散することを発表した。冒頭にヒカルは、簡潔に話すと、ネクステを解散しますと発表。解散理由については、正直一つや二つとかっていうレベルではなくて、 もう本当に小さいのも合わせればめちゃくちゃあって、とし、一番の理由を挙げるとするなら熱量の差で解散しようってなりました、とした。また、解散の話が上がったのは、一ヶ月くらい前、とし、当初は解散ではなく、今後に向けての話し合いから始まった。そこから何度も話し合いを重ね、ちょっと前に全員で、全体会議で5時間ぐらい話し合った。そこでは全員が、やりたい気持ちがあったものの、 ヒカルは、結局それは慣れ合いだったりとか、情だったりとかっていう部分がぶっちゃけ強くて、と妥協してまでグループを存続していくことを許せなかった。また、別に本当に仲が悪くなったわけでもなくて、と不仲での解散を否定。解散することにもネガティブな思考ではなく、結構前を向いて、このネクステにかけた時間を別の方にかけるという意味でも結構ポジティブに捉えている部分は正直強いと前向きに捉えたいとした。